どうも、トマピーです。どうも、ヤスオカです。いつもご視聴ありがとうございます。今日やっていくのはワンピカード対戦青黒サカズキミラーで遊んでいきます。今日はいつもマジックの対戦動画を撮ってる MTG プロのヤスオとワンピカードのガチデッキで遊んでみようと、はい、なるほど。で、ヤスオが好きな青黒っていう色ですね、まあ、マジックにおいてはだけど、まあ、マジックが好きだけどね、はい、それの僕が今使ってるデッキの、はい、ミラーマッチでやっていこうかなと。なるほど。意外とね、YouTube 動画でね、ミラーマッチってあんまないかなみたいな、まあ確かに、感じで、MTG プロのね、ワンピーカードをこう真剣にやってる姿もたまにはお見せしたいなっていうのと、ミラーマッチをお見せしたいなっていう、はい、コンセプトで遊んでいきます。もう50枚全部同じになってます。はい。はい、今回両者が使うデッキリストはこんな感じです。メモリアルコレクションが入って、T ボーンがね、4枚。ベルゴの代わりに、まあ、ベルゴも1枚入れてるんだけど、はい、2000カウンターの T ボーン4枚入ってて、コスト3勝で、除去できるカードが増えたんで、アイスエイジが2枚になってます、はい、一応その月光モリアを返したりとかが前よりしやすくなってるっていう感じで、大体どんな感じか分かる？なんとなくしか分かんないけど、回したことないからね。まあなんとなく、なんとなくで、なんとなくは、なんとなくで、ちょっとミラーしんどそうだけど、やってみますか、どうなるか。やってみましょう、はい、お願いします。お願いします。ヤスはマジックのプロだけど、ありとあらゆるカードゲームをやってきてるよね。まあ、やって触ってるぐらいだからね、そんなにガチでは。ワンピもね、最近ちょっと前からチーム戦が、ね、多かったりとかで、はいはいはい、一人やりづらい、ね、大会もあんま出る、大変だし出るのに、応募とかあるから。大変だね。なんかフラットね、行きづらいからさ。フラット大会に行ける場所が、ヤスのお住まいの近くにできるんですよ、今度。3月にワンハッピーっていう、まあ、結局クラブシップでも応募試合に出れないからさ。いや、あの、普通の、こう、フラット遊ぶ大会いっぱい。いや、そこあんま興味ないからな。でかい大会じゃないと、やっぱり、燃えない。まあまあ、でもフラットね、出れるのも近ければいいからね。うん、そうそう、近所ですよ。さすがに徒歩、徒歩圏内にあるのは、まあ、ちょうどいいかもな。最初はグー、じゃんけんぽい。はい、これでしょ。これ大事なんだね。これどっちいいの？ミラー、まあ。ワンピカードは結構先手取ることも後手取ることもあるんだけど、ミラー何？ミラーね、俺もちょっと練習不足だけどね、先手がいいんじゃないかなとは。先に漏れ出した方が強いとかない？思ってる。一応あるんだよ、その、そういう説もあって、うん、ただリーダーは常に先に殴れるじゃん、先手。いや、まあそうだけどさ。で、他のカードも結局損しないキャラクターを展開していくから、うん、確かにそのモリアを先出せるのは後手なんだけど、うん、8コスぴったりでモリア出して、まあ何もできない橋でね、くっつかないから、そこは早いんだけど、うん、結局その返し相手が9コストで、うん、でも何かされつつモリアとかあるよ。例えば、まあまあ、アイスエイジでモリア下げられて、まあ、モリアからつって除去、杯で殴られて、うん、そのモリアからロブルッチつってモリア除去るとか、うん、はいはい、その後手のぴったりモリアより、うん、その先手の9コスで出すモリアの方が一応強いわ、強いわね。どっちもあるけど、なんか人形がね、まあまあ多いデッキでもあるからね。俺は先手取ってみようかなとは思ったけど。じゃあ俺こっちでいいや、せっかくだし。じゃあそれでいきますか。はい、はい、相手によってはまあロブルッチが大事じゃないけど、タシギとか、あのブランニューっていうカードが大事ですね。そんなして展開できる。このマッチそんなにロブルッチって欲しいかって言われてもらう人ですから、まあ1、2、3やることないのきつい、1、3やることないのきついな。まあ、あとシャッフル、シャッフルか、うん、全部シャッフルして引き直し、はい、はい、1回だけ引き直します。俺なんかマジックやってる時は全部ノーマルでやってたけどさ、うん、なんかワンピースこの杯好きすぎてさ、だんだんパラレル化していってる。なんかそのマジックのやつがそのイラスト違いとかじゃないじゃん、ホイールになるだけだからさ。あ、そうなんです。めっちゃいいイラストになる。今はねちょっとイラスト多いけど、今だからフルアート系多いからさ。ワンピーどうせ光ってたりするしね、普通にノーマルで揃えても。そうそう、光ってる同士だったら別に変えてもいいかも、ね、はい、じゃあいきます。お願いします。お願いします。先手一ドン加えて、タシギ、はい、はい、いいスタートね。いいスタート。5枚見て、タシギ以外の海軍はヒナを加えます。はい、で、ヒナを捨てて、うん、いきます。リーダー効果いいスタートで、はい、終わりです。そしてツードン、はい、タシギですか。タシギ出します。裏に見える。はい、難しいね、捨てるの難しいのよ、このデッキ。キャラクターね、なんか、する用のキャラクターとか、セッティングをすればいいんだけど、出しみしそうなやつばっかだと思う。そこまで、なんか、つるしてます。はい。終わり。はい、リフレッシュして引いて、どんどん。
ひな捨てて引きます。はい。プラニュー。はい。3枚。鶴。はい、どうぞ。で、で下に。はい。アトラッシュか、アトラッシュに。はい。で、一度の杯につけて6000リーダー。6000リーダー、はい。感じです。ダイポンか。ワンディスカード。1枚捨てさせる。鶴捨てます。はい。はい、使ってはいいのも怪しい。あ、そうそう、トリガーね、使わない方がいいやつも結構ある、ね、うん、難しすぎでしょ、トリガー使わせてくれ、くれたら後手で1対1効果は悪くないけどね、 1コストの大噴火、まあね、打つ暇が後手のがぴったりぴったりになっちゃって、そう、まあ、コストぴったりになっちゃって、持ってた方がいい場合もある、もちろん殴るか、カウンター、はい、でブランド、はい、モリアもらえへんのか、森は探したら強いね。いや、落ちちゃうの結構きついなっていう。犬神グレン。はい。お互いが似たような動き。グレン。はい。うわ、これ3人。はい。でも難しいな。なかなかね、イベントも打つ暇ないんじゃないから。そんな見たくない。そんなに無理ですね。少なくて見ようかな。まあ、一応ロブルッチで戻すカードが後でなかったり回収するのが足りなかったり、ね、まあ、3枚戻すからね、そういう場合もある、8枚手札って捨てないとよほど、7枚か、7枚手札って捨てないとよほど強いって感じだね、まあ、結構、まあ、イベントはね、どこまで取っとくかみたいな、うん、アイスイージとかもね、なんかいずれ使いそうじゃない、使う、いずれ、そう、デレみたいなの多いなと思って、そうなんだよね、はい、これそれいいな、まあ、強くないかな、リフレッシュ取ろう、1000カウンターするか、も持つかどうかみたいな、どんどん大噴火してます、はい、一度つけてリーダーに6000で、ブランニューのコストを1下げました、はい、これ1になった、はい、2000ドル、はい、ラブルッチ、はい、ブランニュー、ブランニューを狙います、はい、この3枚を戻します、はい、KO か、はい、KO、 一応モリアが戻っていった、はい、終わりです、ライフが持たない、無限に選択肢あると、安からしてもやっぱ難しい、このデッキは慣れてないともあるね、ちょっと慣れてないのがあるね、間違いない、ゲームの練習というか何を殺すのがね、一番いいことが難しいよね、確かに、なんか結構ずっとやってるから、その反復練習で、うん、なんかこれはこっち、これはこっちっていうのが分かるのが増えていくとシンプルになってくるんだけど、最初難しかった、ブランニュー打ち下げました、はい、はい、で、リーダーに、リーダーに、はい、もらいます、はい、レベッカ、はい、ヒナを回収して、レベッカ出します、あ、ヒナ、あ、ごめん、ヒナ出します、はい、グレイン、犬神で、はい、3000で下に、はい、で、まあ、走りで、リーダー3カウンター、はい、終わりです、どんどん、はい、タシギでタシギに攻撃、ヒナに攻撃、はい、で、Tボーンを捨てていきます、はい、はい、どうぞ、これさえいいので、はい、こいつを山下さんを下に、はい、終わりです、7、はい、選択肢多いな、このデッキ多い、リーダー、はい、はい、そう、びっくりしてます、はい、はい、モリア、モリア、来た、と、ルッチと、効果ね、はい、で、ルッチの効果で、ここ、はい、で、ブランニュー、1、2、3、足し2か、足し1、手札加えて、終わりです、取ろう、はい、じゃあ、どんどん、あ、ごめん、3枚押しないよ、あ、はい、ブランニュー捨てて引きます、はい、杯でブランニューに、はい、でコストモリア1下げます、はい、でボルサリーノでリーダーに7000、はい、8000、はい、アイスエイジでこれコスト2にしました、はい、レベッカでヒナを釣り上げて出します、はいはい、どうぞ、でコストマイナス3、はい、で2と1か、はい、で2と1になって、で4コスト、はい、ロブルッチ、なるほど、でこの2体戻すのはアイスエイジ、ティーボーン、うん、プランニュー、はい、終わりです。
手札は負けてるけど場は、はい、まあ、そういうゲームだよね。場はいいんだけど結構簡単に壊滅させられたりもするから、うん、はい、一度、はい、大噴火で2下げます、はい、引いてから選べるでしょ。あ、そうなんだ、うん、なるほど。坂崎、ひな殴りますで、ボルさん下げました。守ります、はい、4になっているので、はい、ボルサリーノで、はい、おお、戻します。飛、はい、んで、ブラインを出します、はい、で、レッカはトレースボーダー、強いやつ大体回復じゃないかな。そう、ひな、下げます、はい、終わり。いやー、ここでモリア引きたいな。引きます、はい、定番のひなステイクか、うん、ひなステ、はい、引きます。かわいそうにひな、まあ、ほぼいつも捨てる。サンコス出すこと少なそうだ。これそうだな。確かに、はい、どうぞ。5枚、はい、捨てる、うん、スランニュ、確かに、はい、6000リーダー、2000ガード、はい、ひなつけて6000リーダー、2000カウンターで、はい、近づきにつけて6000リーダーでボルサリーノをコスト1下げます。2000で、はい、2000いっぱいある。手札が3枚4枚で、ボルサリーノにアイスエイジコスト5を下げて、はい、コスト1と2してログルッチ。なるほど、見たび登場、めっちゃ出てくるな。はい、走りていく、はい、どうぞ。盤面難しいな。そっか、2つ消せます。ドンつけて、ルッチに殴って、1下げます。はい、カウンターで。はい。アイスエイジでルッチ全部して、盛り合わせます。出して。これやばいぞ。これでこっちからいける。いける。うん、ラブラインの効果。する、いいね、する、はい、で、これはやられた、そうなんですよ、はい、で、終わりです。で、手札が何枚、4枚かな、今2000、3枚戻したのとトラッシュには1枚、うん、1枚か、4枚で、手札5枚4枚フレッシュ、ドロー、はい、なんか俺の知ってるワンピースじゃなかったりだもん全然キャラクターいなくらんなって、お互い除去ってるだけだよ。ぐらいルーティング、はい、どうぞ。7000リーダー、はい、戻すやつか、ニコスプラス3000か。いや、1000カウント入る方がきついよな。これ自分のいけるの、うん、これ自分のいける、いけるよ、いけるか、できるならワンチャンブランニー戻さんのか、ブランニー戻してカウンター促進、うん、あるかもね。それ手札に加わっても嬉しないもん。いや、戻すか、戻す、戻した、ちょっと死んじゃう可能性高い1000でしょ、はい、一応3、あ、はい、で手札が5枚のまま、5枚のままもう行くしかないか、これは9000、1万1万を受けれれば勝ち、違うな、うん、9000、違うな、1万1万1万、1万1万1万受ければ勝ち。で、このターン相手が守りなくても勝ち。8000、2000カウンター2枚あるかな。ここが何か結構かかってきそうな、まあ、そういうゲームだよね。まず7000で殴る、7000、7000はまあ止めるんじゃない、2枚ないかもしれない。7000、7000はね、1000、3枚とかでもしたからね、まあ、今1000入ったから、8000、8000、1000、3枚になってるパターンもあるね、2000ないけど、8000、8000が丸い気がするけどな。8000、8000、8000、9000か、8000、9000がいた。2000カウンター2枚あったらこのゲームはどうせ勝ててないから8000、9000でしょ、うん、ブランニューがめくれて戻される。いや、ここはブランニュー8000からいきます。ブランニューにドン5枚つけて8000、タシギが3つ殴る目をまだ残して8000をどうするか、
じゃあ5000とか6000、こう食らっといてこう来たら全部使う方がいいよね、止めるとしたら。これ止めれちゃえば負けはないよね。そうね、2000、2000って言って止めちゃえば本当は負けない。だよね、8000、まあ、結局スリーは違うんだよね。8000、負けなくなるわけじゃないから一応片付き足しぎバランスアタックもある。4000、はい、2000カウンターもないことが判明しましたね、はい、これはトライするか、足しぎ足しぎで5000取るか、ドン3枚つけて足しぎ5000、はい、片付きにつけて6000、はい、終わりです。あと返しでどうか、今度逆の立場、結構いい勝負、先手で押せたんだけど守屋が引けてないからもう行くしかないっていう。こうなると別にこのターン行かなくてもいい、まあ、潰してね、潰してばブロッカー行ったら立てて、ただブロッカーやられると負けるよ。そうエペッカって回収して出さないくてもいいの、うん、ベルゴーとか回収して2000カード持っとくは結構あるよね。2000、2000だった場合が9の10、11ならいいのか、点線ならいい。そう、めっちゃ何持ちよ。なんでよな。で、一枚持ったっけ。難しいね。リスクを犯すのか。さばきに行くのとリスクを犯して攻めるの、どっちが勝利に近いかなっていう。その期待値算はめっちゃ難しい、今の状況多分。何千で殴るか。返してくれれば、まあ、盤面処理でどっか行こう、二度につけて、うん、ちょっと下げるかな、下げて、リーダー。いや、めっちゃ合ってるな、この7000アタック、はい、ここ次第でどっちか選べばいいんだよね、はい、7000もらった場合に彼らは1万1000、1万2000できちゃうね、うん、1万1000、1万2000は負けるよ。だからここでこれ切って守んなきゃいけない。あるいはまあこっちベッドして取りに行くか。レベッカ見えてる、見えてないか、何も見えてないな、うん、ブロッカーまあボルサリーノかレベッカぐらいいるとは思うよね。盤面一体残る、負けなかった時に多分一体も残んないんだよな。からのそのモリアで逆転とかか、結局まだ1枚も、うん、聞いてない。駆けつけてくれるか。まあブロックしなかった、カウンターしなかったらほぼリーサルに来るからもうしょうがないか。リーサルに来て耐えれる可能性。1万1000、1万2000は2000カウンター4枚要求、無理。1万1000、詰んじゃうな、捨てないと。はい、詰んじゃう。2000カウンター2枚、はい、2000カウンター2枚よね、そうよね、詰んじゃうよね、これコンターン勝てないからとりあえず処理。いや、かなりの盤面になるな、これ。ブロッカー2枚出されると詰むよ、多分。大噴火、大噴火ルッチとかがあるから。ルッチももうないもんな。ルッチ潰して。はい。出されました。グラニュー潰して。はい。3回時効ないよね。うん。何？3位か、ホストさん以下で実況告できないよな。犬神？いや、そのキャラクターで、モリアから3位か、ウソップとか入ったな。モリア捨てます、はい、お、モリアじゃ間に合わないと、さすがにちょっとね、はい、ブロッカー2枚だな、欲しいのは。はい、あ、強い、レベッカルチ、あ、それでいい、あんま変わんないかも。するからこれでもいいか、うんうん、はい、いやー地獄だねこれは。なんだろう、モリアぐらいしかないの。とりあえず引きます。はい、モリア引いた。はい、あーワンチャンあるなこれ。なるほど、レベッカと、うん、レベッカブランニューで、はい、まずブランニュー、ブランニュー、はい、うん、はい、でレベッカでこれでブロック、レベッカとして4体の攻撃に耐えられなそうだな、普通に考えたら。2000ガードか、うん、2000ガード、そうだね、ヒナ出して裁かれるぐらいなら2000ガードか、はい、
二ドンつけてリーダーに攻撃。はい、終わりです。ロック入ったり、うん、さらに戦闘も何か入った、まあかなり気まずいな、こう。いいわな。また1万3体分前エリックかな、うざいな。ポルサリーノいきます。でかくてやったらエリックはどっち取れるかな。9000、9000、9000、8000くらいかな。記録割り9000、9000、9000、8000。第6、第6無理や。9000出ちゃったな。このターン倒しに行かないとかなり負けるじゃん。返し、この返しもうライフゼロで迎えたら無理だから、まあ、どうすれば一番このターン勝てるかっていう気がする。このターンは勝てんの、ね、そう。じゃあ何してるかもちょっと。ここ2000埋まってるかどうとか、そういうのないかな。難しいね、このゲーム。レベッカで1回ボックスになるとガードプレイできないもんね。1個チャンプで、そうだそうだ、テイクガードで、こいつブロック3、4、5、まあ、6000だから最後1万1000くらいするからこの前だったら9000、8000、7000か。ここまで7000ガードされたらもう詰むよね。まあまあレベッカがあるって言ったらね、レベッカが除けないからね、まあこうすぐ除けないから、うん、で2枚するカード、センチャンプで来てくる、うん、はい、決まりました。はい、それでレベッカ下げて、はい、ホームルッチである除去ります。こうこうかな、ほうほう、はい、7000サッカズキ、レベッカ除けられちゃうときつい。はい、7000サッカズキだった。はい、最後のルーティングでドブリッジ引いて、うん、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということで今日の結果、おやさの勝利。やはり難しいな。月光守屋0対2の状況きつかったな、うん、なんかね、完全な守屋ゲーでもなくて、その守屋0対1でも押してれば、うん、押してればなんかカード枚数使ってそのまま枚数使って攻めてくんだけど、攻めてるから相手もカウンターで枚数使うみたいな感じでいけそうになったりするんだけど、結局守屋はパーカードっていう。そうだね、これはあるね。ルッチが結構ね、そっちは綺麗に1回ぐらい。そうだね、アイスエージ2枚入ってるのがうまく生きてルッチでさばけたけど、ルッチの部分で。まあでも基本まあこういう1枚差ぐらいになるね。ルッチは先手で押すのにもね、普通に6000で、まあまあ、ね、ルッチやっぱりここスのくっつきとかが結構いいから、うん、でルッチいなかったらそこをそのTボーンとかを展開してる場合もありそう、うん、先手は一応あのボルサリーノが出しやすいんだよね、7コストの。ああはい、うん、そうね、あれを4ターン目出すのはまあまあ強くて、うん、まあまあ強い、まあ4返せるからね。どうすかヤソ、最近のワンピース、うん、なんかでもワンピっぽくないというか、なんかちょっとジョキジョキしくなったよね、うん、もうちょっとなんか殴ってね、コンバットというかさ、そうだ、ね、ガードって感じだったけど、なんかもう最初が、まあ、並べてのなんかジョキョってなると
前はさ、もっとリミテッドっぽいっていうかスタートデッキっぽい感じが構築戦でもあったんだけど、まあ、結構ちゃんと構築のカードゲームのデッキになっちゃってるよね、このデッキはね。なんかやっぱ立って次ね迎えるみたいなやっぱり強いゲームだったのが、うんうん、あんまりそのやっぱり殴るって言ったら殴られてリスクあるじゃん、このゲームと。そうそうそう、そういうなんかやり取りやったのが盤面並ばないからとりあえず除距離あって、はあ、リーダーが殴ってるみたいな、まあ、ミラーだしね。そう、え、あのやっぱな久々にやると難しい。うん、そうね、まあ、ゲーム自体がまあ難しいからね、うんうんうん、考えあと、まあ、このデッキはすごい組み合わせデッキだから、そうだ、うん、どこで何履くかとか前提が分かってないと結構やりづらさはあるね。そう、まあ、4コスとかも下手に出すとさ、うん、まあ、適当に除去られても上手くないから4コスのみ4コス出してただ出すと結構きついな。ボルサリーナとかね、4ボルサリーナとか出すと、うん、適当に7コスでね下に置かれると相当損だし、結構一般の皆さんに向けたらやっぱりやり込みがいがあるカードゲームっていう感じですかね。やり込み重要みたいな、まあ、やり込みは重要だね、うん、スタートデッキとかで遊ぶと簡単なのにね、構築だとちょっと難しくなるよね。そうね、うん、まあ、杯がよりなんか難しい、選択肢多いからね。そう、毎ターン何か捨てて引くかどうか、まあ、ルーティンが難しいね、その捨てて引く、うん、何か必要かっていうのもあるし、結構、うん、まあ、当たり前だけど不要なカード入ってないからさ、そう、弱いカード2000ガードだからさ、ひな、うん、ぐらいだな、だから簡単に、ね、ひなは捨てられるけど、うん、やっぱその序盤に2000ガードもいらないから捨てるのかとか、後半欲しいけど、うんうん、初手の2000ガードそんなにいらないけど、まあ、捨てすぎるとね、後半きついかとかあるから、うんうん、杯の ルーティング能力が一番難しいなと思った。ないともうちょっとゲームは簡単になる気がする。なるほど、うん、まあ、ということでね、最近あんまりやってないと MTG トッププロからしても結構難しいゲームだというね、うん、はい、だから面白いんだな、初心者の時からこう上達を感じていけるから、どんどん、まあまあ、うん、まあ、どのカードゲームでもそれはそうかっていう話なんだけど、このゲームじゃなくても上達は絶対にするから、うん、そこはまあカードゲームであれば、逆に上達をカード、ね、感じないカードゲームはつまんないというか、ゲームが怪しいから、選択肢が結構あるのが面白いワンピカードの中で、うん、杯でより選択肢があっておもろいから俺ハマってるのかもしれない。まあ杯は好きなのかもしれない。好きだね。他のデッキはもしかしたらちょっと違うかもしれない。まあどれも好きなんだけど、うん、なんか確かに選択肢とか安定性の多さで言うと、うん、杯がやっぱ選択肢と安定性が高いからすごい好きかもしれない、はい、あとなんか好きなイラストのカードを使えるこのひまわりのレベッカ、うん、あとねやっぱ動画では分かりづらくなってると思うけど、あのやっぱり普段やってないから結構そのヤソが珍しくね、マジックと違って考える時間がね結構かかるなっていう印象で、うん、やっぱ難しいんだろうな、俺も最初難しかったもんなっていう、まあ、なんか積み方だからね、うん、なんか計算になるから足し算っていうかね、その、まあ、6、7、8殴るみたいな、そうだね、そうだね、どんの割り振りね、まあ、割り振りと、うん、まあ、行く行かないがあるじゃん、はい、結局、まあ、どう行くかで、うん、まあ、どこで止めるかとか、その辺がね、まあ、最後2ターンぐらい、最後2、3ターン難しいよね、だんだん煮詰まってくんだよね、最初はシンプルなんだけど、まあ、基本最初はね、ドン使って手札のカードを出していくんだけど、うん、そうそうそう、最後はドンつけて殴るか、だそう選択肢がいろいろになってくる、バーン処理するかとかあるから、うん、はい、ということで MTG トッププロのワンピカード対戦でした。今後もワンピカード対戦やっていくんで、ぜひチャンネル登録や評価お願いします。ヤソの X や Twitch もチェックお願いします。ご視聴ありがとうございました。また明日。